それでは、大鏡道真左遷の文法編をやっていきたいと思います。えまず、右大臣はと始まるんですが、この右大臣はえ菅原の道真という人物です。覚えておきましょうね。道真は、在、世に優れ、これ学問が、ね、世に、これは福祉になるわけですけれども、福祉はね、訳し方注意してください。 はい、めでたくおはしましというふうになりますが、えー、あめでたくあったっていう意味になります、はい、であったのは誰かっったら道真でしょうから、えー、道真への敬意ですでここが作者でなくて語り手になっているのは大鏡っていうのが、まあ、2人の人物が語ってるって様子からそういう設定になってますので作者ではなく語り手になっているということですおはすよりもさらに強いおはしますというね敬語使われてますから二重尊敬の補助都市となってます はい、補助動詞なんでかっていうとこれあのカットしても、ねえー、意味が通じるかどうかっていうそういう判断になりますね、えー、ここはあのー、さ学問がですねす優れて、えー、立派だったって書いてありますね優れて立派文章これで切っても大丈夫ですよねいらっしゃるがなくてもいいということでここ補助動詞になっているという感じですはいここねえっ、ー、と「ざえ」「ざえ」って何指すかっったら学問を指して「世に」っていうのが実に ね、ここだから役を注意してください道真は、ね、学問が優れていたこれ特に何を指すかっていうと学感覚、ねえー、まあそういったあの中国の文学の話ですよねそういったものが優れていたっていうふうに書いてありますはいでもう一つこれが一つ目結構重要なところ一つ目ね学問が優れていた二つ目がこれです見心起きても事のほかに ね、これことのほかなりでいちごなんですけれども上に「か」がありますからね「からあげおいしいなりかつよ」というね教えたと思いますがここで覚えておきましょうはいでえー、っとまあ他人に対する配慮というのもかなり優れていたっていうふうに書いてあるわけですねこれが2つ目の内容ですうん当然これ優れていたのは道真で,でしょうからここと同じくねえ道真に対しての敬意ということになっていますはい続いて それに対して、佐大人という人物が出てきます。佐大人は、時平という人物です。これ、藤原家の人です。はい。で、時平というのは、ね、えー、年齢が若く、えー、まあ、学問というのも、道真に比べると少し劣っていたというふうに書いてあります。はい。当然、これ劣っているのは時平でしょうから、経緯の方向はこんな感じになります。はい。で、えー、続いて、るの識別です。上の音がい、e、いなので、官僚か存続の助動詞になりますが、 能力というもの、ね、ここですよね、学力というものは、すぐね、変わったりしませんから、ここはね、劣っていた、うん、あの、多少の時間っていうか、すぐ終わっても終わっ、切り替えたってわけじゃなくて、まあ、ある程度の一定時間ね、えー、劣っていた時期が続いてると思われますので、これ存続でいきます。はい。で続いて、そのままね、2で訳せそうなので、次は各助詞という感じになっています。はい。右大臣は、 学問に優れ、他人への配慮が素晴らしかったことに比べて、時平はそれよりも年が若いせいか、ね、劣っていたって書いてあります。ここをね、しっかり比較してね、覚えておきましょう。はい。そして、3点目。右大臣は、これ、天皇からの、第五天皇ですね。天皇からの評価というものが非常に高かったんですね。これが、お恩覚えですよ。 こと、うん、のほかに、また出てきましたが、ことのほかなりですよね。はい。あったですよね。おはすはありの尊敬語ですから、えー、二重尊敬。おはすよりも敬意が強い二重尊敬で、で、えー、評価をしていた、ね、人、誰かっていうと、えー、帝でしょうから、ここは敬意の方向とすると、語り手から帝に対しての敬意ですで。ここですよね。天皇からの評価があった、評価してた人は帝だからですよね。はい。 で、続いて2の識別です。2点は、格助詞か、接続助詞なんですけども、ここですよね。右大臣の、えー、天皇からの評価が、ことのほかにあった。だから、ね、あったので、訳せますよね。だから、ここ、接続助詞です。はい。そういうふうに、右大臣の評価が高かったので、左大臣が、安からず応募したると、お思いになったわけですよね。ここ、主語は、当然、左大臣でしょうから、経緯の方向もこんな感じになります。 はい、でしばらくねそういうふうに思ってたでしょうから存続の助動詞ということになりますじゃあこれなんで左大臣が安からず思っていたのかっていうことなんですけどもこれ左大臣と右大臣どちらが偉いかって言われたら左大臣の方が役職的には上なんですよだけども評価とするとまあ見た目の感じだとね右大臣の方が評価高そうだなっていうのがあの時平からもなんとなく分かっていた このままでは自分の地位が危ないと思っていたっていうのがここから伝わってくるっていうね。そんな感じになっています。はい。で、続いて去るべきオハお箸ンとありますが、ここが、えー、語り手の感想になってます。ね。急に入ってきます。はい。こうなる運命だったんでしょうかみたいなね。そういう意味になります。で、ア、え、オ、ー、お箸ですが、これも結構入試にも出たりするので気をつけてくださいね。に、女子。お箸は,はこれありの尊敬語なので、 二女子ありの形になりました。この形になった時には、ね、断定の助動詞というのは覚えておいてくださいね。二あり、なりなりなりで、ね、断定のなりが語源になってますから、それをね、崩した形が二女子ありの形ということになります。はい、えー。こうなる運命だった人は誰かってことなんで、ここは道真。で、ケムは過去水量ということになります。で、矢がありますからね、ここはね、ね、えー、かかり結びが発生して、連体形と。 いいう感じになっています大丈夫でしょうかね。はい。じゃあこれ、ね、そうなる運命だった。じゃどうなっちゃったのってのが次の、えー、スライドになります。右大臣の御恩ためによからぬことが出てきた。うん。これ、なんでよからぬことが出てきちゃったか。よくないことですよね。はい。ぬ大言。打ち消しなので、約気をつけてください。はい。これ、なんでよくないことが右大臣ですよね。これ、あのー、えっと、道真、ね。 起きちゃったのかっていうことですけども、時平が嘘ついたからっていうことになります。はい。現天皇の、ね、えー、大天皇がいましたが、まあ、そう、当然その前の時代に、宇田天皇という人物がいました。うん、先、先代ですよね。がいて、で、この先代の、ね、えー、天皇とですね、道真という人物、道真の娘と、えー、宇田天皇の、 息子結婚してますのでこれ親戚関係にあるわけでですねで時平がついた嘘っていうのはこの、えー、宇田天皇とこれですよね宇田天皇の子供とうん道真のまあ奥さんがね、えー、作った子供で、えー、これが次期天皇になろうとしてますよみたいな感じでこれ道真が企らんでるんだみたいなことを言ったが結果ね、えー、宇田大臣ですね道真のためにあの恩ためにですねよからぬことがいできたという感じになります。 はい、そして、招待4年の12月25日、うん、えー、太宰の言の措置ということで、これ、何ですかって言われたら、役職です。役職。うん。に、なし立て祭りでということで、なす、これね、えー、任ずるという意味がありますので、これ重要単語です。覚えておきましょう。はい。立て祭る。これ、えー、尊敬語にもなるやつですけども、えー、上にね、ね、えー、着るもの、食べるもの、 乗るもののががありりまませんかから検事を起こっているのがわかりますそして任命したのは当然これ、えー、偉い人物ですよね帝とか、えー、公になると思うんですけどもそれがあのー、なんていうのかな決定して決定された人っていう感じですからここは道真に対しての敬意ということになりますそれによってあの帝によって流されたですからこの帝にが猫、ね、ここに隠れてますからここ受け身の文章になりますうんちゃんとね えー、流されルーレの識別で、ね、上が A の音だった場合には受け身自発可能尊敬のうちのどれかになりますからちゃんとね覚えておきましょうはい流されたということで、えー、ここはね、えー、流された人物を表してますから道真に対しての敬意だったということになります、はい、じゃ次いきますでこの道真という人物ですよねこの音像と書いてありますがここは道真です流される人ですよねはい子供があまたたくさん いいらっっししゃったた、うん、ここ書いてありましたね失礼。右大臣道真ですよね。たくさんいらっしゃった。うん、で、過去ですね。これ、おはせし、うん。たくさんいたのは誰かすらこのお弟どどでしょうから、道真に対しての敬意です、はい。で、ここ、えー、文章間違えないでくださいね。女君たちは、えっ、ー、と、向こうを取っていた。昔は通いこんなので、嫁、ねえー、のところに通うと。 言うんで、向こうっていうね、えー、言い方をしています。はい。で、男君たち。えー、暗い度もおはせしようって書いてありますが、暗いを、これあるですよね。おはす、あるの、えー、尊敬語ですから、暗いを持っていたってことになります。うん。だからここね、えー、敬意の方向は、語り手から、えー、道真の、まあ、男、息子たちですね。に対しての敬意ということになります。はい。で、えー、それも、皆、方々に、 流された、ですよね。ここはあの天皇によってでしょうね。だから天皇に、まあ公でもいいでしょうけども、天皇によって流された。だから受け身の分になってるということになります。はい。ここ、気をつけなきゃいけないのは、女君たち結婚していた、ね、男君たちもそれなりに仕事としてね、重要なポストについていたんだけれども、関係なく道真が左遷されるタイミングで、みんな方々に流されたということなんですね。 はい。だから、ここの経緯の方向とすると、流された人物誰ですかって言ったら、男気味と女気味たちに対しての経緯です。改革庫ついてないんでね。はい。語り手からの経緯だったということになります。で、そういう風になったからね、ね、えー、悲しいと。うん。いう風うに書いてあります。で、えー、その後ですね、幼くをはしける。まあ、あの、この部分だと、ちょっと見づらくて申し訳ない。えー 幼い子供たちもいたわけですよ。もう成人して役職をついてる人たちもいれば、まだちっちゃい子供たちもいたんですけれども、ちっちゃい子供たち、ね、えー、これ過去ですよね。はい。連体系ですね。うん。で、この人たちは、死体なきて、一緒に行きたいよということで泣いていらっしゃったので、うん。泣いていた人誰かって言われたら、ここですよね。はい。男気味、女気味たちです。ちっちゃい子たちですよね。はい。いたので、 依然形プラス場の準設確定条件、はい、小さきはあえなんということでまあ差し支えこれあの重要単語なんでね気をつけてください小さいのは差し支えねえ用形接続のナムナムの識別ねいろいろ他者願望とかありますけれども連用形にくっつくのはこれ脅威の未然形と水量の収支形になりますからここね気をつけて役に反映していきましょう小さい子たちは問題ないだろうですね ないだろうきっと問題ないだろうかえ。そんなような訳し方になります。はいで、あえな、ー、ん、ね、重要単語ですよね。うんと、公。公は朝廷と書きます。うんはい許させ玉石。これ二重尊敬ですね、せ玉、うん。これ朝廷が許した。で、えー、連用系にくっついてるしですから、過去の連帯系ということになります。 かしはこれ念押し、強調なんで、役に反映することは、あの、特にしなくていいです。だから、えー、大きい大人たちのね、子供、息子、娘たちは、結婚してようと、職があろうと流されたけれども、まあ、小さい子たちは、左遷先に一緒に連れてっていいよ、というふうに、朝廷は許しましたってことなんですね。はい。ただ、ね、帝の恩を着て、えー、処置、ですよね。えー、まあ、帝の考えは、極めて厳しくてですね、うん、厳しくいらっしゃった。 うん、いらっしゃったね。これ、帝に対しての敬意になります。はい。いらっしゃったので、この、えー、子供たちを同じ方に。これ、同じ方ってのは同じ方ですよね。同じ方に。誰とって言ったら、道真と、うん、同じ方向に、使わすことはなかった。ざりですよね。打ち消しの助動詞になります。はい。で、えーまあ、そういったこと方々にですよね。嘘をつかれて、この部分ね。方々。 嘘をつかれて、まあメンタル的にやられてるということと、家族と離れ離れになるという、このね、いろんな方向、方々ですよね、方うん、に、いと悲しくて、ね、大思いになって、うん、ここは、当然これ、悲しく思ってるのは道真でしょうから、こういう経緯の方向になります。はい。で、えー、和歌を読んだわけですよ。えー、お、ね、お前のですね、梅の花をご覧じて。で、これ、太元の、 ね、間に入っているのなので、連帯就職格です。花という文字をより詳しくする。ね、それが就職語ですよね。えどんな花梅の花。どこにあるの、えー、前にあるですよね。道真の前にある花。ということで、それをご覧じてうん、ご覧になって、見たのは道真ですよねで。これなんで梅が生えてたのかっていうと、道真は本当に梅が大好きで、自分が住んでいた家のね、名前を、えー、コーバイデンという風に名付ける。ね、えー、まくれないの。 梅ですよね、うん、っていうふうに名付けるぐらいそれぐらい梅が好きだったというふうに言われていますで、えー、読んだ歌がこの歌「こっち深場ば」っちって何かっていうと春を告げる風が吹いたならばねえー、純粋の過程条件ですもし何々ならばですよね春を告げる風が吹いたならば匂いを起こせよこれはね命令形になってますけれども送ってきなさいと「うん、梅の花」 あるじ、なしとて。あるじは当然これ道真ですよね。春を忘れてはいけませんっていうことを言ったんですね。うん。匂い起こせよ。え、ね、これ命令消して、で、あの、それぐらいですね。あの、梅に対して言ってるっていうのもあるんですけども、ここは家族というのもね、えー、考えながら歌を読んでいます。これ、石別の城です。離れたくないけれども、離れなければならない。で、えー、まあ、ここに書いた、書いさっきも言ったとりですね。うん、えー。梅を愛好していて、孔梅伝と名付けたほどだったと。 で当然、ここを覚えとかなきゃいけないのが、愛する家族や10社、一緒に働いた人も二重写しにしていたと考えられるということなんですね。はい。だから、ここですよね。石別。別れたくないなと、ここにいたいなっていうね。そんな和歌を、えー、出発前に読んだという感じになります。はい。で、もう一首読むわけですね。定時の帝。これ、宇田天皇です。さっき出てきた、あ、間違えた。 先代ですよね。前の天皇。第五天皇よりも前の天皇のことを指します。はい。これに、申し上げたんですよね。で、二方面への経緯があります。これ、覚えなきゃ、覚えとかなきゃいけないんですが、絶対に重なるときには、KST の順番です。謙譲尊敬、丁寧の順番。で、これ、させたまうがもう二重尊敬なんで,で、これでハマっちゃえばですね、上には絶対謙譲語しか来ないというふうにやったらいいと思います。はい。で、 2方面の経緯だとこういうふうに動作を確認していく必要がありますここはね、えー、道真がね定時の帝宇田天皇に対して申し上げるということになってますから動作したのは道真なんで道真には尊敬語宇田天皇には謙譲語を使えばいいのでそれをそのままぴったりここに当てはめれば終了ということになりますはいねこっちは謙譲の本同士でここですよねはい動作を受けた人が高まるので、えー、ここは語り手から宇田天皇 もう一個は、動作した人が高まるので、ここはね、道真に対しての敬意だということになります。では、どんな歌を詠んだのかということですけれども、ね、あまあ歌天皇のに申し上げなさるか。はい、訳しかたね。これも注意してください。はい、流れ行く。我は三屑となり果てぬ。うん。上にとがあります。なりの識別ね。上にとがあった時にはずっと肉空で覚えるんでしたね。ラ行四段の連用形です。なり果てぬ。 これさ、ぬ体現なんですよ本当はねあの和歌でずっと続いていくとじゃなくてこれはほらあの和歌なんで流れゆく我はみくずとなり果てぬこれで文切れてるんですねだからここ形のぬになりますはいだからここは打ち消しではなくて官僚の終止形という風に扱って訳ね気をつけてください「君しがらみとなりてとどめよここもねえとがありますからラ行四段の連用形ということになります でこういう風に、あのー、水が流れていくところで、まあ自分がね、えー、水の中に漂うゴミみたいなものなので、まあ抗うことができませんよってことなんですね。で、しがらみっていうのは、あのー、なんていうのかな、えー、っと、ネットみたいなもんですから、水中に漂ってるゴミを救ってくださいという風に、まあ救済をね、ねね願って、ね、歌った歌っていうのがこの和歌になります。はい。うだてんのに読んだわけですね。 宇田天皇とは親戚の関係でもあるし、あとはほら、残言の内容がね、えー、あったもんですから、その辺の確認もね、えー、しっかりしとくといいと思います。はい。続いて、ね、亡きことによりってふうに書いてありますが、当然これ残言によってですから、自分がやったことではなくね、ね、えー、嘘の罪によって罰せられていると。これ誰にしたら第五天皇に。うん。で、えら、ー、れ、ですよね。ルーラル、ね、えー、序道やったと思いますが、 上が「い」の音の場合にはこれ「ラルを使えば受け身可能自発尊敬の意味になるんですよね当然これ「2がね第5天皇にっていうのがありますから受け身になりますはい罰せられた人誰かって言ったら道真でしょうねこれによって賢くおぼし嘆きて嘆いたのは当然道真でしょうからこういう経緯の方向になりますはい無実の罪によって悲しくなってしまって出凶しましたというね内容になっていますはいで都が 出家する、うん、だからここね背の識別左辺の未然形でここ二重尊敬で出家した人は道種でしょうからこんな感じになりますはい都遠くなるままにずと空の空ここね羅行四段の連帯形になりますはいあわれこれ様子状態を表しますからねなり活用の連用形というふうになります 続いて、それによって、ね、心細くおぼされて、心細くお思いになって、ですよね。はい。ここね、心細く思ってしまう。思うっていうのは知覚同士ですから、ね、自発になるよというか、そんな感じです。うん。だから、まあ、あのー、いろいろ救済とかしてね、えー、してくださいっていう願いを込めていたんだけども、あのー、どっちにしてもあ、これ決定だから行かなければならないというふうになっていったわけですよね。で、諦めて、 山崎にて出家してしてまった出家をするってことはもうこのように未練がないというような状況ですから諦めたってことですね諦めたそして都がね遠くなるままにですよ、ね、行かなきゃいけないからですよどんどん進んでいって、まあ、あのそれが心細くお、ね、思いになられたことだというふうになっていますで歌がありますが「君が住む」でこの「君」って誰を指すかっていうとこれは、えー、奥さん を指すのと、あと、宇田天皇を指すっていうね説があります。うんまあ、今回、天皇って言っても、もう出家してますから、法王になってますけども、ねえー、そういうふうにね、隠れるまでも帰り、見は早ということで、えー、これは早、永単の意味ですね。うん、こういうふうに君がね、えー、住む宿の小杖、まあ、家の中のね、こう、垣根みたいなのがあるんですけども、ここから出ている高い位置にあるこの木ですよね。木,に木から生えている、こんな、うん、こういう。 葉っぱみたいなものとかね、そういったものを見ながら、うん、それが隠れるまで何度も何度も振り返ってみましたっていうね、そういう感じです。はい妻とか宇田天皇に対する別れがたい気持ちを読んだ、今回も石別の歌です。いいですかね。うん。はい、そういった内容になっています。はいそしたらですね、もうリマの国におはしましつきて、はい、着きましたと。で、えー、当然これ、着いた。 ね、移動しているのは道真でしょうから、道真への敬意です。はい。で、明石の沼や読み注意ですね、読み。沼やうん。はい。というところに、音やどり、ね、せしめたまいて。これ、するで訳せますから、左辺でしょうね。しめたまう。えー、止まったのは当然道真でしょうから、道真に対しての敬意です。はい。で、る、えー、の識別、思えるですね。いにくっついてるですから、ここは、 ねえー、存続の連帯系まあ官僚でもいいんでしょうけどもはいまああの何て言うんですかね気まずそうな雰囲気っていうのを察したわけですよね有名な道真がやってきてあこの人流されるんだっていうね何話そうかなみたいなことを思ってたのかもしれませんはいその様子をご覧じて察知したのが道真ですここ難しいですよねここまでが、えー、駅の長の意味軸思えるここで一回分切った方がいいですね主語がそういう風に ねえー、まあ気まずそうにしている様子っていうのをの気配ですよね気配を、えー、見てうん色変えた方が良かったか気配をご覧じてここからねこれが道真の動作になりますはい駅長のね、えー、様子を見てうん作った歌まああのー、顔色を見て作った歌ですよねこれがあのー、次の関心になりますよということで作ったのは道真でしょうから権威の方向はこんな感じになります はい。じゃあ、どんな監視だったか、ってことですね。液晶、驚くこと、なかれですね。液晶、驚くこと、なかれ。うん。時の変革、移り変わりですよね。ここは、右大臣だった自分が左遷されたこと。これは、栄枯盛衰なんだ、というふうに言ってますよね。栄えたら必ず滅びるという、まあ、自然の説理ですよね。はい。春が来て、ね、えー、次に、あの、夏が来て、秋が来るように、時の流れっていうのはそういうものなんだ、ということで、ここに関しては、 はい。定感、諦めですよね。まあ、出家してる時点で諦めっていうのは出てるんですけども、ここの部分ですよね。定観が現れた監視ということになります。うん。ちょっと前までは救ってねっていうね、えー、和歌もありましたけれども、この証しに来たところではね、えー、相手の顔色をね、伺いながらも、もう自分はしょうがないというところで諦めている様子がここで読み取れます。はい。で、いよいよ、あのー、左遷先である太宰府に着くわけですけれども、 太宰府に着きました。おはしうん。お箸ます。ところのえ帝固めてとあります。はい、着いたのはこれ道真ですから、こんな感じの経緯の方向。帝固める。ここはねえー、まあ、単語を気をつけてね。禁慎するという意味があります。はい、謹慎なさっているとうん。謹慎してる人は道真でしょうから。はい、二重尊敬のこんな感じです。で、第二の居所第二っていうのがこれ人物です。人物。うん。 で、第二の居所。だから、ここは、太宰府。を指します。で、場所を指します。大丈夫かなはい。はるかなれども。うん。で、ここはね、かがありますから、唐揚げおいしい、なり活用。はるかなりですよね。はい。で、どうも。これ逆説の確定条件になります。うん。まあ、あの、遠いんだけれどもっていう意味ですかね。はい。 第二の居所。これ、謹慎してますから、一応、太宰府の役人として派遣されてはいるけれども、謹慎していて、実質仕事ができない。じゃあ、ね、仕事するの誰でしたら、第二という人が仕事するから、ね、こういうふうに太宰府の場所を指すときに、第二の居所っていう表現をしたっていうことになります。はい。で、本来だったら自分が勤めるはずであろう、太宰府のね、えーまあ、屋根の部分ですかね。そういった瓦などが、ね、ここは、あの、視覚的用法です。ガと訳すからですね。はい。心にもあらず。 あ、見えないですね。<laughs> 申し訳ない。うん。はい、2、助詞ありの形ですよね。うん。になってますから、ここは断定と。うん。はい。だから、意識もしないでですね、えー、意識せずに、意識せず。意識せずという状況ですね。はい。 それで目に入ってくると。ボランジやられける。うん。道真が当然見ていますよね。はい。で、えー、意識していない状態で心にもあらず。ね。えー、見た。見るっていう動作は、これは意識的に見ることもありますけれども、見たくないものも勝手に入ってきてしまうんで、これ知覚同士になります。だからここ、自発の連用形ということになっています。はい。で、えー、ここがまず1点目。ね。えー、意識していなくても、目の前にそういった景色が見えてしまう。 あとは意識していなくても観音寺という寺がね、あるので、純粋確定条件ですね。寺の鐘の音っていうのが聞こえてくると。当然聞いているのは道真ですから、こういう経緯の方向になります。そしてまた歌を作ったわけですよね。作らしめ、賜える。ね、えぇ、ー、い、e、いにくっついて。ね、えル、ー、る、るですから、るの識別。これ完了ですね。作った歌、ぞかしこれね、強調なんで、特に役に反映する必要はありません。 はいえー、歌を読んだわけですよ。じゃあどんな歌なのってことで、えー、この部分こんな歌になりました。うん、でちょっとこれこの部分まああの漢視がね、えー、表現技法みたいなのがありますからそっち先やっていきたいと思います。はい、角をね、えー入れずかうん、で、えー、こんな感じなんですけどもこの、えー、形式7文字の8行詞になってます七言律詞と言います。 はい。で、シ、え、ゴ、ー、七言シの場合には、えー、一句目と偶数句の末、これが、えー、陰を踏むっていうルールがありますので、ね、えー、これは、オうという、全部ね、オう。強情上、正、行、行う。で、オうの音で、応印をしているということになります。で、もう一個ルールがあって、三、えー、と四の、ね、この二つの部分が、追句になっているということなんですね。同じ意味、というか、似たような意味か、もしくは反対の意味、みたいなものを使って、 え、ツイクとして表現する。で、この七言理士の見せどころっていうのが、このツイクであるっていうふうにね、言われています。このツイクがどんだけ美しいかっていうのが評価のポイントになるわけですね。はい、今回は、えー、この部分、見ると聞く。ね、視、え、覚、ー、と聴覚っていうところですよね。あとは、内と外。ね、これが一応ツイクのね、対象になっているということで、まあ、こんな感じの、えー、あの、関詞を読んだわけですね。まあ、大体ざっくりとした内容だと、あのー、 退屈でであるというようよなな内容なわけですね、はい、でこれがねえ文、ー、の八虚偉のものよりも優れているという風になったわけですけどもこっちがね謹慎していて退屈だーっていう歌に対してもともと八虚偉のこの歌って何なのかっていうとね自然というものこの人も流されてるわけですけども自然というところに来てみたら 意外とと住み心地が良かったっったてていうこででで言ってるんですねで、まあ、都には帰りたくないよとかっていうね帰らなくてもいいかなっていうそういうなんかちょっと満足してるような歌を読んでるんですようんそれに対して退屈ねえー、都に帰りたいとこういう歌を読んだわけですからでどちらが優れてるかって言った時にこっちをね、えー、みんなは評価したというそんなような内容になっていますはいで、えー、そういうふうにね正さざに まあ、ってですよね優れて、うん、作りなさった作ったのは道真でいい、e、の音があるので、ねえー、上にねいい、e、があるから官僚の助動詞とがあるから終止形ですよねはいと文末扱いですはいこそ申しけれ、ねえー、申したのは博士申されたの誰って言ったら道真でしょうからここ道真に対しての敬意ですでこそがあるから文末ね、えー、ここ過去の 以前、うん、形ということで大丈夫ですかね。はいで、えー、こういうふうな漢字を読んだんだよと、えー、目の前にあるね、まあ、遠くに見える自分が勤めるであろうあったであろう場所の屋根を見てあとは自然に聞こえてくる鐘の音を聞いて、うん、でそれプラスですねまた、うんえー、長月9日9月9日には、えー、不老長寿のね、えー、まあ なんていうのかなを願ってするまああの宴会みたいなのがあって徴用の節句と言いますけれども、えー、っと重ねるようが重なると、うん、あんまりいいことが起こらないというふうにされていてだからねうを一つにしてまあいいことですよねいいことを一つにして、まあ、不老長寿を願うみたいなそういう意味があるそうなんですけども、まあ、そういった、えー、まあイベント飲み会をしてたわけですね。うんで えー、ここではですね当然さっきの関心でもある通り暇で謹慎してますから、まあ、宴会なんか持ってのほかな状態なわけですよねはいで、えーまあ、そういう風うに、まあ、とりあえずでも目に入ってくるものはあるわけですよ菊の花が、まあ、そういう風にねご覧受けるついでにそのまま2で訳せるのでここ角助詞でいきますはいでここから回想シーンですパッとねえ菊の花を見た時にはい今日におはしまし未だですよねまだ今日にいらっしゃった時 ねえー、いた時今ここにいて京にいた人は道真しかいませんから道真への敬意 C 体現過去ですよねうんこっちも連用形にくっついてるからね過去の助動詞になりますはい回想してるわけですよ未だ京都にいた時のまあ1年前の今夜代理にてこういうふうな菊の宴があったなーってことを思い出してるわけですようんこれ徴用の節句だから菊の宴なんですね菊の縁ですよね読み方はね はいこの音とど道真が作ったうんあ,ありましたねごめんなさいはい作った詩、うん、作ったのは道真ですよねはい御門これ第五天のですね、うんえー、賢く漢字たまいてまあすごい素晴らしいという風な評価をしましたということなんですねはい ここは、ね、えー、帝が評価してるから、帝への敬意ということになります。はい。で、御ぞ、たまわり、たまえりしようということなんですけども、これごめんなさい、ちょっと授業で間違えて教えてました。玉割りを、これ、尊敬語で教えてたので、差し上げるっていうふうにやっちゃったんですけども、これごめんなさい、謙譲語でしたよね。謙譲語は、いただくという意味があります。はい。第五天皇から、いただく。いただいた人は、道真ですからね、ね、えー、尊敬語を使ってるのが、道真への敬意。 で、えー、いただくですよね。あげた人が高まるのが謙譲語ですから、第五天皇ってことになります。だから、ここはね、えー、っと、健常語の方ですね。はい。えー、ここはだから、帝に対しての敬意で、こっちが道真に対しての敬意でした。ちょっと気をつけてください。ごめんなさいね。はい。で、えー、い、e、いの音にくっつく。りは、リカちゃん寂しいの完了ですよね。はい。で、えー、しは、連用形にくっついてるから、 過去の助動詞というう感じになります、うんで回想ですよね回想のシーンもここまではいえー、っと1年前にね漢詩、えー、を読んだことによって、えー、まあ、ご褒美でこういうふうな衣をもらったんだっていうことが書いてありますうんでそれをつくしに流された場所に持ってきてうんはい くだら締めたまえりければ、ねえー、これ下ってますよね、はい、だから左遷されて都から下ってるわけですから道真に対しての敬意でいいノート、e、にくっついてから完了ですうんはいでそれをご覧ずるにね、えー、のでのにところで訳せますよね接続助詞です、はい、見たのはこれちょっとこれ敬意の方向に載ってませんけれども見たのは当然道真でしょうからこれと一緒ですよねこれ本同士ですねご覧ずるは申し訳ない、はい、本同士 SS の本動詞うん。で、語り手から、道真に対しての敬意と、はい、いう感じですね。はい。で、えー、当時のことを、えー、思い出して、思い出したのは当然道真。で、えー、作りなさった、またね、漢詩を読んでいくっていう、そんなような流れになっています。大丈夫かなラストです。はい。去年の今夜、今1年経ってますよね。朝陽の節句から。 侍という字があるようにね、これ誰かに使えるという意味があります清涼殿っていうこの場所ですよね天皇がいる場所に使えていたってことは天皇と一緒にいたっていうような意味がありますで終始というお題のもと詩を作るって書いてありますねはい詩を読んだってことになりますでこれ当時のことを思い出すとね、えー、腹たがねまあ一人腹たが立つって書いてありますがうん こう不快な思いをしてるってことなんですね。で、これほら、あの、菅原家と藤原家の関係があって、当時は藤原家が結構強くなってきてた時期だったので、時平が勢力を伸ばしていて、どんどんね、自分が孤立していくということ。あとはなんかその、その後にね、できた出来事、もう一年経ってますから、そういった不満がね、思い出すだけでイライラするな、みたいなね。そういった意味がここには込められています。はい。まあ、それはね、さておき、みたいなところで、はい。えー、っと、魚医ですね、魚医。 うん、帝からもらもった衣今ここにありますよということで、えーまあ、持ってきているので毎日拝んで「横を拝す」と書いてありますがね横ってのは残り顔を指しているけれども今回に関しては残っている思い出とかね当時は醍醐天皇にも褒められてたなみたいなねそんなことがここに書かれてたりします、うんまあ、そういうふうなね漢詞を読んで、えー、最後終わっていくわけですがこの詩も、まあ、あの人々がね えー、すごい素晴らしいということで、えーまあ、評価しましたというのね内容になっていますはいここね「もうされき」うん A の音だから受け身自発可能尊敬のうちのどれかですけどもここがほら健状の補助同士ですからあの実際これなくてもいいわけですよねだからこの部分感じる、ね「感じる」「感じる」は知覚同士だからここ自発になったっていうことですよねうんで「気」これは過去直接過去ですから みんなね、えーそ、誰かから聞いた話ではなくて、直接こういう風に言ってたんだっていう体験で最後終わっていくわけですよ。だこういう,うにあに時代とすると、時平がこうね、成長していくような様子っていうのが伺い取れるのにも関わらず、えー、このね、道真という人物を、まあ、ピックアップして、それについて素晴らしいという風に論じているっていうね、これがちょっと面白さでもあるのかなっていうことです。なんでこんなに評価されてるのかっていうと、この道真があの政治家として、 遣唐使を辞めたこととかによって日本のね、えー、カナ文化が発達したりとかそういうことの影響もあったりしたので、まあ、そういったのね、えー、なんか歴史的な背景っていうのもあるんじゃないかなというふうに思いますはいまああのー、内容編もアップしてありますのでそちらもね合わせて見ながら、えー、勉強を頑張ってみてくださいそれではこの動画これで以上になります